はい、どうも、石川です。今日は TikTok アメリカで禁止へということでやっていこうと思うんですけれども、長らく噂されていた TikTok がアメリカで禁止されるというところが、トランプ大統領が大統領令に署名したということで、ついに実現されることになりました。ということで皆さん、 TikTok なくなっちゃうの、日本ではどうなるの、そしてこれから絶対サービス使えないのというところ、非常に気になっていると思うので、今日はこれについてやっていきたいなというふうに思います。また合わせて今回 WeChat という中国のアプリですね、こちらも禁止されているんですけれども、実はこの WeChat を運営しているテンセントという会社があるんですけど、このテンセントというのはフォートナイト、人気のゲームのフォートナイトなんかにも出資しているので、もしかしてアメリカでもフォートナイト使えなくなっちゃう可能性あるのというような声なんかも上がっているので、この辺なんかも合わせてお話していくというような感じになります。はい、ということでこちら具体的にはこの順番でやっていこうと思います。大統領令に署名したということで、今回決定したというところで、タイムリミットが45日、あと1ヶ月半というところになるんですけど、一体これ何の数字なの、何のタイムリミットなのというところと、そして先ほど述べたようにフォートナイトにも影響あるの、本当なのというところ、そして日本でも使えなくなる、このあたり皆さん非常に気になっていると思うので、これ4番目にお話するので最後見ていただければと思うんですけれども、最終的には米中ますます緊張関係に向かっていくよというような、こんな話をやっていきたいなと思います。はい、ということでまず早速こちら、ある通りテンセントの傘下の WeChat ですね、先ほど言ったメッセージングアプリ、 LINE なんかに似たメッセージングアプリなんですけれども、この WeChat と、そしてバイトダンス社が運営している TikTok、 この2つについてアメリカ関連の取引が45日後から禁止されるよということになります。すぐにもう今日からはいダメ、使っちゃダメですということではなく、45日後、1ヶ月半後というところの数字がポイントなのと、それからアメリカの取引が禁止されるということなので、これ具体的にもうすぐにアプリが使えなくなるのか、それとも何らかの別の影響があるのかというところはまだよく分かっていない部分もあるんですけれども、いずれにしてもこの1ヶ月半後から規制がかけられるというところが決まったということになります。トランプ大統領によれば、中国共産党によってアメリカ人のデータが抜かれてしまう、入手されてしまうというところ、あるいは市民が監視されてしまうというところなんか懸念しているほか、今年の11月にはアメリカ大統領選挙がありますけど、ここにおいて中国に有利なフェイクニュースが流布するんじゃないか、流通するんじゃないか、こういうところなんかも指摘されているわけですね。例えば TikTok、 非常にユーザー数多いので、この TikTok 上で、いや実はドナルド・トランプっていうのはダメなやつなんだ、悪いやつなんだというのを流したりとか、ジョー・バイデンっていうのは素晴らしいやつなんだということがこう流れることによって、国民のイメージがどんどん変わってしまって、これによって選挙が混乱してしまう、あるいは TikTok の誤情報、間違った情報に影響を受けてしまう、こういうところが懸念されているわけですね。まあ、そして先ほど述べたように、この45日というところが一つポイントになってくるんですけれども、マイクロソフトという会社があります。 Windows のパソコンを売ってたりとか、あとは Word とか Excel とかソフトウェアを販売している会社ですけれども、このマイクロソフトが実は TikTok 買収するよということを言っています。 TikTok、 先ほど言ったようにバイトダンスという中国の会社が親会社、運営会社なんですけれども、このバイトダンス社の中からアメリカの事業と、それからニュージーランドとかカナダとか、そういった英語圏ですね、英語圏の国の事業だけを切り離して、そしてマイクロソフトが運営しようということを提案しているわけですけれども、この提案が通れば、もしマイクロソフトが TikTok 買うことができれば、引き続き運用すること、運営することはできるということになるので、この交渉が45日以内に決まれば、晴れて TikTok はその後もアメリカ国内で使えるということになるんですけれども、もしこれ交渉がまとまらない場合は、アメリカから使えなくなっちゃうかもしれないよというところで、これタイムリミットが45日ということになります。そしてですね、これ自害に忘れられがちな、今回 TikTok と一緒に禁止された、45日後に停止されると言われている WeChat になるんですけれども、実はこの WeChat というのはアメリカではあまり使われていませんし、日本でもまだまだ馴染みのないアプリかもしれませんが、中国では非常に人気のアプリになっています。この非常に人気なアプリなので、実は TikTok よりも影響大きいんじゃないかということも言われています。まあ、なぜならば、例えばソーシャルメディアである TikTok がなくなったとしても、ああなんかお気に入りの動画見れないなとか、そういうぐらいの影響にとどまると、まあ、もちろんユーザーの数が多いのでインパクト自体は非常に大きいんですけれども、それに比べて WeChat の場合は、例えばビジネス上のやり取りそこでしてるとか、あるいはお金が遅れるとか、そういったビジネス
ネスとか政治とか経済とか、あるいは人々の生活の根幹に関わるのを実は担っていると。例えばアメリカに住んでいる中国系の人々が本国中国に住むような家族と連絡を取る際に WeChat 今まで使ってたのに使えなくなっちゃいましたというところで、このあたり大問題になるよねということなんかも言われています。そして WeChat についてはこちらにあるようなアメリカそして世界中で有名な企業の株主でもあるんですね。例えばテスラ、そして皆さんもしかしたら好きな人もいるかもしれませんが、ブラックピンクなんかが所属している YG エンターテインメント、それから人気ゲームのフォートナイトとかスナップチャット、そして音楽アプリの Spotify、 こういった人気のアプリサービス企業の投資家なんですね。なのでもしテンセントの活動が制限されてしまったら、こういったアメリカ人もそして日本人なんかも使ってるような企業にも影響あるんじゃないのということで、結構ネットではざわついたんですけれども、これ現状ではおそらくこれ影響ないだろうと。テンセントの中でも WeChat だけが制限をかけられたので、テンセントの営業自体、テンセントの会社自体には問題ないだろうということを言われているんですけれども、それでもやはりテンセント何らかの打撃を被るのは間違いないので、こういった企業のサービスを使っている場合なんかはちょっと気になる話なんじゃないかなというふうに思ったりします。ということで、ではでは一体日本ではどうなの、アメリカで禁止されたら日本にも影響ありそうだよねと思う人結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、実際にですね TikTok 日本でも禁止しようという動き自体は出始めています。例えば埼玉県それから神戸市などの各自治体が TikTok 禁止を検討していたりします。また前回の動画でもお伝えした通り、自民党の一部議員の中で日本でも禁止を求めるような動きというのが出始めています。ということなので、これもしアメリカが禁止に動いた場合は日本もその後についていくかもしれませんよというところが言われたりしています。ということで、この日本の動きに対して中国側も、もしアプリが禁止されれば日中関係に大きな影響を与えるということで警告を出しているんですね。もし日本がこういった動きに踏み込んだ場合は、中国との政治的な関係というのも悪化するかもしれませんねということが言われています。もちろんですね、アメリカにおいてはもうすでに今回の決定によって中国との緊張関係非常に悪化しています。まあ、今後ですね、国際社会がこの方向に向かっていくのか、それともアメリカの TikTok 禁止においてもマイクロソフトが買収するということで一旦は着地をするのかというところ、まだまだ45日経ってみないとわからないことも多いんですけれども、ますますこのソーシャルメディア SNS なんかが国際関係、国際社会の主要な論点になり始めたというところで、今多くの世界中の多くの人が注目しているということになります。はい、ということで、今日は以上になりますが、最後まで見ていただいてありがとうございました。面白かった、参考になっている方はチャンネル登録、それから高評価もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。